はい、どうも、今回はリストタグについてやっていきたいなというふうに思います。まあ、リストタグっていうとですね、まあ、UL とか OL っていうですね、タグになってくるんですけども、今回はですね、HTML リストタグ、早速やっていこうというふうに思います。はい、こちらですね、まあ、index.html を作って、はい、を作ります。で、リストっていうフォルダを作って、VS コード、Visual Studio コードでリストっていうね、このフォルダを今開いた状態。そこに index.html というですね、ファイルを一つ作りました。で、ここでびっくりマーク、エクスクラメーションマークで、まあ、HTML の基礎、ね、基本的な形を作っておきます。で、ここからですね、リストタグについてですね、今からやっていくんですけども、まあ、リストタグっていうとですね、基本はこの UL っていうものとですね、まあ、この中にリストがどんどん書いていくっていう形と、OL っていう形、ね、でこれにリストをどんどん書いていくっていう、まあ、この2つがですね、まあ有名なタグになってくると思います。で、あとですね、まあ、定義リストっていう DL っていうものもあるんですけども、これは別でですね、また動画と作りたいなというふうに思ってます。まずはね、基本としてはこの2つ覚えておくといいです。 UL はアンオーダーリストっていうリストになります。で、 OL がオーダーリストということで、まあ、ちょっとまず見てみようと思うんですけども、はい、リスト、はい、同じようにですね、リストを3つずつじゃあ作ったとします。こういうふうに3つずつですね、はい、これをちょっとブラウザで見てみようと思うんですけども、ブラウザで見るとこういうふうになりますね。アンオーダーリストで作ったものは黒い丸がね、黒丸がつきますし、オーダーリストで作ったものは123というふうな番号が入りますね。このオーダーリストっていうのが順番付きリストね、順番付きリストで、これアンオーダーということで、順番なしリスト、順番が関係ないリスト、これは1番2番3番って順々に作っていく、進んでいくリストというふうに大きく分けると分かれますね。で、リストはこの li っていうものがリストになるんですけども、基本的にこの ul で囲ってあげるか ol で囲ってあげるかしてですね、リストを使うっていうのが、まあ、基本的な使い方です。で、この ul の中、 ol の中っていうのはリストしか入れることができないです。この li しか入れることができないね。ここに例えば p とかね、はい、ここに a とか、まあ、こういうのを入れることができないんですよ。できないので、よいしょ、基本的にはこのね、こういう風なリストしか使っちゃいけないよっていうのが基本になってます。はい、ただですね、なのでピンを使いたかったらこんな感じ、リストの中にここに P で文章を入れるね。で、これをこういう風に作るとかね、こういうのは OK なんですよね。リストってすごくシンプルにですね、こういう風に並んでるのが基本なんですけども、こういう使い方じゃなくても、まあ、いろんなことができて、こういう風になってたりしても全然 OK ですし、ここが画像になってたりとかね、しても OK、まあ、div が入ってたりしても OK っていう風に、結構使い方はね、いろいろあります。ただただ UL の直下に P とかですね、こういうのを置くのはダメだよと、画像とかですね、イメージを置くとか、こういうのはダメだよっていう風になってます。基本的にはこの li、 これしか入れちゃダメっていう風にことですね。まあ、ul も ol も同じです、そこはね。はい、で、あと ul、リストの中にリストを入れるときっていうのは、li の中に li って入れたらいいのかって、これもダメね。基本的にはリストの中にリストを入れるときは ul の中にさらに ul を入れる、こういう風な使い方ですね。もしくは UL の中に OL を入れるということで、こういう風にして、はい、入れ子構造のね、リストの中にさらにリストを入れていくっていうのは、サブリストにしましょうか。じゃあこっちね、はい、こういう風な感じですかね。こういう風にして作っていくと思ってください。そうするとこうなりますね。サブリスト、こういう風に並んでリストね、はい、こういう風な使い方が基本的な使い方です、うん。でですね、あとは、まあ、リストってね、これが基本的にはこんな感じなんですけども、HTML で見ると縦に並ぶんですよね。こうやって縦に並ぶ。このリストを使って、例えばナビゲーションメニューを作ったりとか、例えば画像のギャラリーを作ったりとか、例えばスライドショーをね、一個一個リストにしていくとかですね、こう何かをこうひとまとめにしたい時ね、何かをひとまとめにしたい時っていうのもこのリストを使ったりとかします。はい、まあ、ちょっとですね、 CSS は今回やることじゃないのですが、まあ、少しだけ見せておきます。はい、
ので、あまりねちょっとよいしょ CSS に深く説明はしないんですけども、こういう風なことで使うよってのをちょっと見てほしいなと思います。例えばこのリストを基本的に文章に入れるときはこれでいいんですけども、これ以外にヘッダーの中に H1 を作って、よいしょ、でこの中にナビゲーションを作るとかですね、こういう風な感じ。ここでねリストってね結構登場したりします。こう、よいしょ、メニューが入ってですね、でこれが並んでるような感じの時に、このまま見るとこうなってますね、はい、リストなので。これを CSS を使ってちょっといろいろ使わないので UL だけでいきましょうか。ディスプレイフレックスっていう風にしてあげて、横並びにしてリストにしてあげる。まあ、あとはですねちょっとしたデザインをいろいろ入れていてあげると、こういう風にねだんだんメニューっぽくなってきましたよね。はい、でこれデフォルトでこの黒丸がアンオーダーリストだったらつくんですよ。なのでこれのリストスタイル、リストスタイルタイプでもいいですね、はい、なしとかにしてあげて消してあげる。こうやってねメニューは作っていく、ね、ナビゲーションのメニューとか使います。その時にも要はこのリスト、要はこれひとまとめにしてねグループ化して使ってるっていう風なあの感覚でね見てもらってもいいんじゃないかなという風に思います。はい、これと同じ理屈で、例えばそうですね、リストの中によいしょこうなって、まあ、画像が入ってる、ちょっと画像を使わないので仮でこの div を画像だと思ってください。クラス、まあ、画像って書いておきましょうか。このリストがいくつか並んでいる、はい、こうですね、こういう風に並んでいると、はい、でこの div クラス画像をよいしょ、横幅が200ピクセル、縦も200ピクセルで色つけてあげると、まあ、これがね画像の代わりだと思ってください、はい、これを、まあ、何もしないとよいしょリストとしてこうやって縦に並びますよね、縦に並びます。これを先ほどみたいにディスプレイフレックスして横並びをね均等割りしてリストのスタイルをなしにしてあげると、こういう風に画像のギャラリーとかですね、そういう風なことでも使われたりするので、はい、になってますね、はい、でこれが例えばフレックスラップラップとかってやってあげると、この画像のリストがこういう風にね折り返されたりとかですねします。はい、そうですね、ちょっと余白もね、余白も設けて見やすくしますね、こんな感じ、はい、という風な時にも使えてすごくね便利がいいんですよ。だからこのリストって先通常のリストの使い方って見てわかるリストからですね、こういうふうに先ほどのナビゲーションで使ってみたりとか、画像の、ギャラリーで使ってみたりとか、ね、スライドショーで使ってみたりとか、もういろんなところにねこう展開してすごく使っていくので、その基本であるですねこの UL とか OL の使い方、リストの使い方っていうのは HTML でねきちっと覚えておかれるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで今回はここまでにしたいと思います。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。また概要欄にも参考された情報を載せていますので、こちらも合わせてご覧ください。